荒川第一調節地は埼玉県埼玉市桜区から戸田市にかけてある荒川洪水時の被害に備えた調節地3900万立方メートルの貯水容量を持ち調節地内には貯水地である彩り湖がある荒川中流域下流部及び下流域上流部の砂岸に所在上流端は羽倉橋下下流端は 幸い魂大橋と笹目橋の間となっており、区間延長は8 1トルとなっている。荒川とは異常堤で、堤内地とは周囲堤で分離されている。桜総水門と武蔵野線荒川橋梁荒川の広大な河川実機ということもあり、ゴルフ場や公園等に整備されている。上流から荒川第一調節地綾子、こ、送電鉄道彩り湖は、 荒川第一調節地内にある貯水池として1997年に完成した。全長 8.1km、面積は1.18平方 km、総貯水量は1060万立方メートルに及び、中央付近を東西に幸い魂大橋が架かる。湖下流に調節地排水門、水位調節堰、上流に流入堤があり、 平常時は調節地排水門は開いており、秋笠取り水石で取水し、水位調節石で水位を調節している。また、噴水でプランクトンの細胞を破壊し、湖の3カ所に設置したパイプから気泡を発生させた罰気循環などで水を滞留させ、水質保全対策をし、首都圏への水道水を安全供給している。さらに、固定から水を汲み上げ、 幸い魂大橋より上流の4カ所で設置された階段状の滝から流すことで水中に酸素を送ることができる。荒川で洪水が発生すると調節地排水門が閉まり、小洪水時には鴨川を遡上した洪水が田島ヶ原桜草自生地を冠水させ、中洪水時には羽倉橋付近にある越流包みから調節地の上流ブロックに洪水が流入し、 大洪水時には上流ブロックの水が流入堤を越えて彩り湖のある貯水池ブロックへ流入する。調節地に水が入るおおよそ1時間前及び30分前にはサイレンが明動する。調節地排水門は荒川の流量低減を再び開く。ありがとうございます。